ランタノ線の一般式ランタノ線は、メタロ線の種類で、ランタノイド系列の元素を含む。最も一般的なランタノイド線作体は、二つのシクロペンタジエニルアニオンと X 型範囲子を含む。1954年、ジェフリー・ウィルキンソンとバーミンガムは、トリスランタノイド作体、LN5 について記載した。しかし、 有機ランタノイド化合物の湿気や酸素に対する反応性が非常に高い性質と LNR3 の単純なアルキル及びアリル誘導体の分離ができなかったことからこの領域はランタノイド系列後半のいくつかのランタノ線作体が合成されるまでの間20年にわたって比較的停滞した合成の焦点は LNC 結合を含む ランタノイドメタローセンサク体であり、以下のような LNCL 結合を含む線具体から幅広く合成される。塩化、ランタノ線に至る合成経路は以下のように要約される。大きな 4F 軌道を持つランタノイド元素は D ブロックの繊維金属とはかなり性質が異なる。大きな4半径により 4F 軌道と灰石の重なりの程度が制限されるが、 同時により高い配位数を取ることができる。そのようなわけで、シクロペンタジエニルアニオンは、非方和部分に結合し、金属作体を安定させるために用いることができる。アルキル、または、ハロゲン化、ランタのン作体のいくつかは、CH 活性化、ヒドロ感納期化、カルボニル活性化等に対して、独特の振る舞いを示す。1983年、ワトソンは、 ランタンの染色媒 CH 活性化反応を初めて報告した。活性色媒はルテチウムマイナスメチルまたはルテチウム水素化物作体で炭化水素溶媒中室温でベンゼンピリジンイリド CH2PPH3 と反応し安定で分離可能な生成物を与える。研究により有機ランタノイド化合物は水素化ヒドロシリル化 ヒドロ放素化、ヒドロアミノ化等を含むヒドロ感脳気化反応を著しく触媒することが明らかとなった。それぞれの例を下に示す。水素化のメカニズムを以下に示す。ここで、活性触媒は、シグマ結合メタセシスにより生成し、その後、オレフィン挿入及び再度のシグマ結合メタセシスで、触媒が再生する。これは、他のヒドロ感脳気化のメカニズムでもある。 しかし、大きなシクロペンタジエニル配置が金属中心を隠しているため、痴漢のあるアルケンとの反応は阻害される。この状況を克服するために、主に二つの方法が用いられる。一つは、より大きな四半径を持つランタノイドを用いて、金属の大きさを増すことである。ランタノイド収縮のため、これは、周期表情、後にあるランタノイドを前にあるランタノイドで置き換える。 ことを意味する。もう一つの方法は、肺石の配置と置換期を操作することで、肺石の大きさを小さくすることである。例えば、渦のように、蝶脈外型、または、ア暗さ、架橋型のシクロペンタジェニル肺石を用いて、肺石同士の距離を縮めて、金属中心をより剥き出しにすることができる。ありがとうございます。